ジョインチャンネルのカンです、今回もフォックスさんとの旅歩き第2弾、今回は虎八商店さんにお邪魔させてもらいました。虎八商店さんはカツオのわら焼きたたき、こちらが名物で、こちらの方もじっくり紹介させてもらいたいなと思っております。よろしくお願いします。サイズに応じたものを、網ですくって計量して、ですぐさばくスタイルができます。人数とかによって何キロとか。そうですね、まあ、小中大特大とあるので、まあ、お人数に合わせた量でご注文いただいて。反応できる浜焼きです。いただきます。うまい、コリコリ。味何もつけてないけど、もう味ついてるみたいな。これは新鮮なアワビじゃないと味わえない浜焼きの美味しさを皆さん食べに来てください。イカのお作りいただきます。やばい、これ新鮮。これ酒のあてにもなるし、
です、ね、コリコリです。混ぜまーす。これめっちゃ売れましたよ。よいしょ。3位あれだ。よいしょ。2位が、スポーツだった。急に逃げる。はい、どこがいいな。急に逃げる。こんなもん。こんなもんかな。こんなもんですか。こんなもんですね。鯛飯の鯛のサイズじゃないよね。贅沢サイズ。ただ発想の最後の趣味に鯛飯と大粒しじみ汁、これ最高やね。今それで最後締めて帰ってください。